東急3000系電車東急でハ3450系電車東急でハ3450系電車及びでハ3500系電車でハ3650系電車はかつて東京急行電鉄で使用されていた通勤系電車で東急3000系電車の一員であるいずれも日立製作所製の MMC 系手制御機 HS267 系手電動機を装備していた 3000系の中でも特に長期にわたって使用されており、1981年のデハ3800系上等以降、1989年の運用離脱まで3000系の電動車は本校の3形式に集約されていた、模波510復元保存車両で、ハ3486,985年2月、エバラ中野部駅元は、 目黒蒲田電鉄及び東京・横浜電鉄のモハ510型で、旧車両番号は510から565であった。ただし、松尾さんは3時に通じるとの理由で決番、1931年より1936年にかけて、川崎車両及び日本車両製造にて、計50両が製造されたが、丸妻の川崎製に対し日車線は三面折り妻構成で、 台車も異なり末期の改装後もすぐ見分けがついた。戦前の私鉄高速電車としては、単一形式の最多量産記録である、大東急成立後、デハ3450型へと解消されている。初期の重量は、パンタグラフに大搭載を考慮して、非パンタ側にもパンタ台が存在した。登場時は、パンタグラフの信頼性がまだ不十分であり、故障が多発した場合は、 予備パンタ台にもパンタグラフを搭載し、運用継続を可能とすることが理由とされている。また、初年度に導入された車両のパンタグラフは、川作り BC、おつけ及び三菱 P-900A 型とされた。その後採用された、東洋電気製造製のパンタグラフに比べ大型な、ものである。同類のパンタグラフは、阪和電気鉄道、吉野鉄道で採用されているが、 後継モデルが存在しない特殊な製品である本形式に採用された日立 HS267 軽手電動機はその後登場した戦前型各形式に採用され部品標準化に大いに寄与した長寿命で知られる本形式だがモーターの互換性はその一因であろう端子電圧7 5 0ト時の定格出力9 4ットは当時の関東私鉄電車用としては 平均的で指して、高出力ではないが、回転数が 1000rpm と吊り掛け駆動方式の電動機としては、比較的高く、これが小型化にも寄与している。当初、片隅式運転台を持つ、両運転台車で、前面窓の運転台側には、日差しがあった。大東急合併に伴う出波3450、型への形式変更と前後して、日差しが撤去されたほか、 1950年代から1960年代にかけて全車とも全室運転台化され、3450、3498、3499の3両を除いてはさらに型運転台化されている。その後大半の車両に対し正面貫通化。さらに室内更新にて窓の拡大、アルミ差し化及び室内壁面のアルミデコラ化。 床のリノリウム張り化が行われた。ただし床面の後半化放されておらず、木製の床板にリノリウムが貼られていたため、扱い上は半行性のままである。なおで四3472のみは、当時の大井町線双子橋の平洋軌道上で、ダンプカーと接触事故を起こし、急遽東横車両工業ひもん屋工場で製造されていたでハ3600形容。 ノーシルノーヘッダー全金属申請車体を転用して、車体の世界が行われている、両運転台車産量は、事業用として、継続使用する計画であったことから、1980年代、初頭に、室内更新時未回収であった屋根後半の張り替え、床板の木製後半リノリウムバリカ等が、行われた。ただしでは3500系、3650系の、 用の張り上げ屋根構造、全消灯のシールドビーム化等は行われていない。で、派3498は引き続き荷物電車に改造され、では3043となった。本形式は、車両番号とはほとんど関係なく、両運転台、変運転台、貫通、非貫通、貫通扉、客扉、微灯、床下機器配置、向き等、 様々な形状的差異が存在し、細かく見ていけば、同じ形態のものは二つとないとされる。実際、1985年の鉄道ピクトリアルの増刊をはじめ、複数の愛好者が、それぞれ独自の視点で50両全車の形態分類を実施している。このような無秩序な形態の際は、かつて元住吉建区構内に転車台が存在し、車輪の 片減り防止のためしばしば方向転換を行っていたこと、全面貫通化改造等が各社の使用実態に応じて行われたこと、更新改造の順序が車両番号と順不動で行われ、50両全車を8年程度の長期にわたって更新した上、年を追って更新内容が変化したことなどが挙げられる。車体塗装は製造当初ダークグリーンの車体に円単色の屋根で、 1950年代中頃より、黄色と紺色のツートンカラーに変更。1960年代後半以降は5000、系と同じライトグリーン一式となった。運転台には、当初、速度系は搭載されていなかったが、ATS 導入の際に設置された。ブレーキ圧力系は、全車両ブレーキ間圧力系と、元空気ため圧力系は設置されていたが、 ブレーキシリンダー圧力計は設置されずに配車された、車両も多く存在した。主制御器は当初、日立製作所製電空カム軸式の PB-200 等が使用されたが、昭和40年代後半には、電動カム軸式の MMCH-10G に統一された。運用範囲は新玉川線を除く、鉄道全線に及び、東横線では1972年まで使用された。 他、開業当時の田園都市線では事実上の主力として、詐欺沼伊勢の分割2両編成運用にも、徴用された。田園都市線、大井町線分割後の1979年8月12日から1981年3月まで、大井町線で、全電動車内市 MT-4M1T の5両編成で、使用された。運用末期は、メカマ、池上両線で使用され、 下り方に区波3670系、3770系、3850型を連結した MMT 内市、中間に左波3360系、3370型を挟んだ MTM の3両編成となった中間に付随者を連結した合計8両については、電源集中化投稿術の出波3500系、3650、 型と同様の改造が行われて3両ユニット化された、また3両ユニット化された車両に限って、後年黒字白抜きの伝承式方向膜が装備されている。その他についてもある。程度固定編成化されており、中間に入るものは、全小灯、微灯、ATS 等がないものも少なくなかった。 両運転台車である3450.3498-3499は等と々うとう、その特性を生かしたピンチヒッター的存在として徴用された。特に、1980年代中盤より数回に、渡って、国鉄マヤ34型を借り入れし、手波3450.3499の中間に、挟んで3連を組んだ上で、 前日の通り終車後の新玉川線を含む全線の軌道検測を実施、後年の鞘7590系導入の布石となった。リバイバルカラーのデハ3452デハ3455、いすみ学園登場から50周年を迎えた1981年から廃車が開始され、1989年3月18日、デハ3500系。 3650型とともに旅客営業の第一線から一斉に退いた。特にデハ3472は3600系。全廃後も同系用の更新車体を持つ唯一の戦闘車となっていた。運用終了を記念し、前年秋より最後に重要部検査入場した3編成を対象に塗装をライトグリーン一式から、 黄色と紺色のツートンカラーに戻して運用した。いわゆるリバイバルカラーであるが、厳密には特に窓周りの黄色は赤みが不足しているなど、色調は若干異なるという意見もある。塗装のみならず、コシータブの TKK 表記や前面の方向板掛けなども復元されている。ただし方向板掛けは実際の営業運転で活用されることはなかった。 運用終了後も3472回のみは、池上線に、予備者として1989年8月まで在籍していた。また、地方施設等へ営業者として譲渡されることはなかった。ものの、次のように保存、利用された例がある。2020年3月現在、電車とバスの博物館のモハ510で四百4 5 6カットボディの、か、 いすみ学園のデハ3455、デハ3499保存会のデハ3499の現存が確認されている。元は東京横浜電鉄の模波線系である。1939年により、川崎車両にて22両が製造された。大東急成立後、デハ3500型へと解消されている。大正末期に出現し、昭和に入るや、 急激に成長を遂げた、高性車体の製造技術が、十数年を経て、一応の延熟期を迎えた頃の電車である。それだけに一部に、リベットが残るものの、従来車より、窓が大きくなり、全体的には、非常に金星の取れたスタイルとなっていた。製造当初、将来路線を標準期に、改め期して、横浜から、京浜電気鉄道へ乗り入れることを想定していた。ことから、 台車は標準機用への改造が可能な長軸台車が使用されている。また、日本の電車としてはいち早く、加速を滑らかにする効果のある多段制御機を搭載したことも画期的であった。戦後は片隅両運転台から全室編、運転台とされ、さらには中間に左派を挟むために、偶数車の方向転換が行われた。また、 全面の貫通化は後述のデハ3508を除き行われていない。このため、デハ3450系のように車両によって向きがまちまちであったり、貫通、非貫通の際などの著しいバリエーションはなく、更新後に全面中央窓が1段、内視2段であったり、客用、ドア窓の代償がある程度で、携帯的な個体差は少ない。その中にあってデ三千五百八は、 戦時中に発生した火災から区派として、応急復旧され、1950年に、後世の8090系などのステンレス車や、東急バスを彷彿させる銀時に、赤帯の試験塗装編成へ組み込まれ、1959年には、唯一の全面貫通、ノーシルノーヘッダー車体への更新回収が行われるという、大きな天変をたどった。また、デハ3513も、 元住吉工場での改修中に全焼し、1951年、東急横浜製作所で復旧している。復旧後は3500系中で、全室編運転台車のトップを切り、リベットレス車体となったほか、蛍光灯照明導入で一際目を引いたが、末期は、ベンチレータ配置に、微妙な差異があるほかは、打者と大きな違いはなかった。窓のアルミサッシ化などの車体改装を経て、 サハ3250系、3360系、3370型を中間に挟んだ、MTM3 両固定編成化に伴うサハへの電源集中化が行われた。末期にはさらに屋根張り上げか、全商灯、微灯のユニットか、行き先表示板の電照方向膜化などの改造が行われ、原型から著しく隔たった外観となった。全を失った、全面上部には、 当初方向膜を取り付ける計画もあったが結局実現せず屋根の深さが目立ってしまう。いささか異様な形態から海坊主などというあだ名がついた。1980年代初頭まではすべて木、川の船所属であり、末期に2から3編成が池上線に転出したものの、1989年の運用離脱までメカマ線の主力として使用された。本形式については、 1989年の廃車後、他社への転出は生じなかった。出三3501はしばらく、長津田建築に留置された後除籍、私立されジオ学園に譲渡され、売店として使用されたが、後に解体されて現存しない。なお、本形式の標準機に改め機可能な長軸大車に着目した高松、琴平電気鉄道から譲渡の打診があったものの、使用を目論んでいた、長尾、 シ度線の重量制限を超過していることから、実現には至らなかった。戸和田観光電鉄で、波3500系の設計をベースに、大東急成立後の1942年に区波3650型として、川崎車両にて6両製作された制御車。この車両の顔の特徴的な風貌から、海坊主という愛称があった。本来、これに対応する電動車として、 井の頭線では1945年5月25日の空襲によって英福町建築が被災し大半の車両を消失したことからその補充に急を要していたことによる。後にこれらは大東急の再分割に伴い京王帝都電鉄に編入された。両社はトムリンソン式密着連結機で連結する予定であった。また連結機付近の車体裾の切り欠きは デハ3500型と見分けるポイントであった。このデハ3550区ハ3650の二両固定編成は当初でハ3450型に匹敵する大量増備を図る計画があり、そのための伝送品はすでに元住吉工場に確保してあった。戦時下にあって車両増備計画自体は結局頓挫したが、終戦後の疲弊状態の中ではこれらの部品が 稼働者の確保に大きく役立つことになる3450.35003650の各形式の異例ともいえる長寿の一員としてこの豊富な予備品の存在が挙げられる。戦時中に火災消失したデハ3500系3508が応急復旧した際、制御車として本形式に編入され千六3657となったが、 1958年車体更新と共に再伝送され、原番号であるデハ3508へと復帰した。当初よりカッター運転台であり、広幅の貫通路を有している。戦後は前よりが中流軍専用として仕切りを設けた上で倉庫に白帯を巻いたこともある。1952年より伝送され、デハ3650型となった。 本形式もデハ3500型と同じく、改め機対応の長軸台車を採用しており、これは伝送後も変わらなかった。連結相手のない広幅間通路は長らく塞がれた。まま、デハ3450系統に連結されていたが、1958年、 戦災復旧者の車体の世界車左派3360系3361の3363が、デハ3650に合わせた広幅間通路となったことで、以後3両固定編成となり、これは1989年の運用離脱まで変わらなかった。後年、デハ3450系の一部や、デハ3500系同様に固定編成化に伴う、 電源集中化と、車体回収が実施されている。この際、左派の早期廃車を見込んで、偶数車の前面が、貫通化された点が特筆される。最初に更新された3653.3654が一旦普通屋根、取付前消灯で登場したのに対し、他4両は張り上げ屋根化改造、前消灯、微灯の総加ユニット化が同時に実施され、 前述の二両も追って同形態へ改造されている。また1983年には全面の行き先表示板が伝承式方向幕化された。末期はほとんど池上線を離れることがなく、メカマ線のこの主的存在であったデハ3500型と交代称を成していた。しかし、営業運転終了前の約2週間、置き換えの段取りの都合からメカマ線で運用され、 ファンの注目を集めた。デハ3655は、東急での廃車後、両運転台に、改造の上で、ドアダ観光電鉄へ譲渡され、モハ三3603となった。新設された、運転台側は、全尾灯などの配置こそ、従前の運転台側に習っているが、平らまのままのため、前後で異なる印象の顔つきとなった。2002年、 東急7700系統の譲り受けに伴う、時間を控えて、とわだ観光電鉄の標準色から、東急時代のライトグリーン一色に塗り戻された。2012年の鉄道路線廃止時まで、胴体保存されており、花見電車や貸切電車等のイベント用として、運行されていた。路線廃止後は長らく旧7 0 0車両区屋外に、留置されていたが、同社も、 で、三3401や電気機関車、貨車及び研修庫建屋等と共に保存団体、700レールファイクラブに引き取られ、その後は同建屋内に保存されている。三千3450系、3500系、3650系の3形式系78両は、1930年代から1940年代に製造されて、 後50年以上にわたり他社譲渡を生じることなく、ほぼ全社が1980年代まで運用された、稀有な存在であった。日本に限らず先進国の大都市近郊路線で、1980年代に、至るまで戦前製の電車が大量に使用されたことは、珍しい。他には、アメリカのシカゴサウスショアラインやドイツのベルリン S バーン、等といった例がある。 鉄道会社としての経営方針から見れば、本社の不要証明の節約や裏紙仕様の省令など、社内において徹底した物資節制を働きかけた、東急の大番頭こと、田中いや、8000系のような、通勤電車は無駄な装飾を廃止全面は、切り妻であるべき等のポリシーで知られる、横田二郎等、当時の東急書脳の徹底した、節制主義の意向が大きく作用しているとされるが、 具体的な要因としては、以下のような点が挙げられる。このように寿命を長らえ、その後登場した5000系統の前衛的高性能車群、さらには7600系インバータ車に押して運用された本形式であったが、さすがに1 9 8 0年代ともなると、同時期に運用されたデハ3500系、デハ3650型も含めた、 戦前型系列は大規模な更新を行ったとはいえ、経年劣化や接客設備の沈腐化は否めなかった。加えて、東急においても6000系ステンレスカー以降すべて空気バネ台車となった一方で、これら3形式は乗り心地の面でも起動時のショックが大きいこと、吊り掛け駆動の騒音が他社吊りがけ車よりも激しいこと、旧型台車は特に高速走行時のピッチングがひどい。 ことなど、特有のウィークポイントが存在した。また他社とのサービス水準比較として、冷房化率という数値が報じられるようになったこともあり、乗客からの不評は高くなっていった。東京都内を見渡しても、板張り電車こと東部7800系統とともに、これら旧型車は、もはや誰の目にも、時代離れした、古さが際立つ存在となっており、コミックソング、メカマ船物語で、 優等性的な冷房付き新型ステンレスカーが走り回る中、冷房もない草色の古ぼけた三両編成をあたかも出来の悪い主人公に例えてコンプレックスに悩む主人公を擬人的かつ貧乏臭く歌い上げる歌詞が世間から受けたほどであった。さらに池上線を舞台にした歌曲池上線でもその歌詞には当時同線を走っていたデハ四百五十型 などの車両の古さや状態の悪さを思わせる箇所があり、東急がそれらを否定するコメントを出す事態となった。東急で波3500系電車に関するカテゴリ東急で千3650系電車に関するカテゴリ戸和田観光電鉄も波3600系電車に関するカテゴリありがとうございます。